ジョブロック。以上でーす。ジョ、俺もジョ、会いたかった。三年ぶりぐらい。これ注意してんこいつと。シュ身長が高いこと。ちょっと待って、身長高ない。漫画向きありえんやろこいつ。そんなことはええねん。今回来ましたよ。住所不定ユーチューバーということで、ホームレスユーチューバー長か。前もホームレスかな。違うな。今回日本二大スラム街と言われた東の西成と言われたドヤ街さんやに来ます。今回ここを俺はもうマイホームにするわ。まあいろいろ散策してみて、都市開発が進んでオリンピックとかに向けてここもだいぶ変わったみたいやから、どんな風に変わったんかとかちょっと見ていきたいと思います。レディゴー。あれこれって前の商店街やな。本当商店街屋根なくなってるやん。しかも道綺麗になってるし。山屋って最後の昭和の街って言われてんの。これ昭和感ないやもん。ないな。これこういうちょっといい感じの。確かにね。すごい。こういうのとか綺麗な家もいっぱいあって、ね、めっちゃこれも綺麗やし、寝てるおっさんとかももうおらんくなってんや。ここで写真撮ったわ。もっと暗かったぞ。本の写真、瞬発力の高め方、好評発売中、全国の本屋書店にて発売中です。よろしくお願いします。ありがとうございます。下町感ちょっとなくなってない。これこれが都市開発ですかね。お疲れ様でした。いやもう終わるな。今日も見てくれてありがとうな。ドヤ街やからドヤとかは結構残ってるみたいやから、はい、どかったとか日雇いのおっちゃんとかどこ行ってんやろな。普通の家電屋さん、なんでも屋さんみたいなのもあるけど、はいはいはい、ぐらいやろ。この辺だけ盛り上がってるからね。もうちょっと俺の過去の動画と見比べてみ、こんなに景色変わる。商店街みたいなの屋根なくなるだけでこう閉鎖的な空間なくなるか、コミュニティなくなって人肌がなくなったな。え、マジで？ほんまにここ？いや、ここスカイツリーが、あいつの近代的な感じがこっちに押し寄せて持ってるような。ジョーショック G-SHOCK みたいな。 G-SHOCK じゃあまあ雑談でもするか。 G-SHOCK って商標権っていうのがあんねんけどさ、はい、A から Z まで取ってるらしいで。あでもドヤとかがあるから今回はそのドヤに泊まりたいと思います。この辺ってだいたい2200円とか2500円とか、でもそのドヤの中でも1000円台。そこのドヤ結構ヤバいらしくて、外から見たらジブリの世界から舞い降りた宿みたいな。そこを家にしようかな。ほらこうやってまず残ってるやん。あ確かに。うん、だけどなんかこう日雇い系のおっちゃんとかもあんまりおらん。ほら1250円とか、まあ、こういう感じやね。なるほどね。でこの辺とかにはそういうのがまだ多分残ってるはず。本当にやってるわ。並んでるわ。あ、うまいです。行ってみる。そう、唐揚げ焼きと卵焼きで、はい、卵焼き。そうだね。普通にこの辺でちょっと飯食うか。 OK。 肉安かった。安いな。コンビニの半分ぐらいの値段。卵焼きなんでやん。じゃあご飯もついてきて、これで160円。卵焼きってあの卵焼きは思ってんやん。スパゲティみたいなやつ。唐揚げ弁当これ300円。安っ。しかもめっちゃあったかい。いただきます。あ、めっちゃうまい。うわ、うまっ。高いからうまいってわけじゃないな。安いもんでも人が真心込めて作った料理はめっちゃうまいわ。普通にローソンとかセブン入れとか、ごめんなさいね、ローソンとかセブン入れとか。ローソンとかセブン入れとか行くんやったら普通にあそこで買う。だって手作りやもん。確かに。ご飯も食べましたね。今日はどうするんですか？いや、どう？結構さっき日雇いのおっちゃんに話しかけた時に、日雇いとかも結構減ってるらしいんやな。高齢化が進んで仕事とかも減ってるみたいな。ただ、まだ日雇いのおっちゃんとかおって、ああいう人らが泊まるディープな宿があって、うん、なんでここで食ったかって言ったら。うん、書いてある。やば、何これ。今日はあそこに俺泊まるから。絶対俺は泊まらへん。あ、いいよ、全然一人でもいいけど、まあ、さすがに来てくれただけでもありがたい。多分西成のドヤとかレベルじゃない。じゃないな。ただ値段は多分西成とかやるすると思う。こう関東やから地価が多分高いと思うから、はいはいはい。ただ中のレベルは多分西成超えると思う。やっぱりこういう冒険家の俺はな、いろんな新体験をしていきたいってことで、ホームレスになっても普通にホームレスしてみたいな、なんか過ごすっていうのも面白くないから、一回一回の動画でこんなおもろい場所ないかとか、もしかしたらなんかそういうので、ここで日雇いする人とかがな、泊まる時のためになるとかになるかもしれない。今日俺一回言ったな、俺が今日どんな場所なんか泊まってみたいな。これ飯食うよ。じゃあ多めに行こうと思って。いや、俺の部屋カップ麺いっぱい。いや、カップ麺いっぱいある。家近く。あ、これ、これね、来てある？家に。あ、いや、大丈夫。あ、大丈夫ですか？カッピーの帽子、かわいい。かわいいな。ありがとうございます。こんな感じで。おとです、おとです。大体、ライチしてる。うわー、めっちゃ、すごい。ほら、ライチある。すごい。にわか。今日の主役。まだね、にわか。影のもの。影のもの。これが、今日の主役。ガチ勢。
すげえ。いや、こい。じゃあ、どこだったんすか。とりあえず、でも僕も止まるんで。どうぞ。ここ自分止まってるやん。いや、とりあえず待ったね。自分止まってるのに嘘だろう。入ってた。空き部屋が自炊できます。1泊1700円行ってくるわ。はい、いらっしゃいませ。じゃあまた適当に連絡して、はい、ちょっとカメラマン必要な時に、はい、紹介して合流して、はい、お疲れ様です。何か財源じゃん。あ、セクソ。受付どこ？まあまあハードやな。すみません、あの、はい、これ受付どこですか？あ、どうも。はいはいはい。ちょっと悪いけどさ、病人が出てんで、ちょっと風邪ひいてんのがいるから。あ、今日厳しいですか？すみません。わかりました。ほら、今流行ってるじゃない。あの、コロナですか？うん、あ、それで咳してんのがいて、あ、毎日移っちゃう。あ、なるほどなるほど、わかりました。すみません、すみません。はい。ああ。マジか、まさかのパティン。泊まりたかったな。あんな雰囲気やったけど、西成のあの500円宿に近いもんあったな。ちょっとなんかこう独房感というか、お化け屋敷感若干あって、みんなおるけども静けさがまとってる感じ、声聞こえたから宿泊してる人はおんねやろな。おっちゃんもそうやったやん、飯あげたおっちゃんも前から泊まってるから一応優遇されて泊まらせてもらってるみたいな感じやと思うねんけど、つかどうするよ。ローラもどっか行ったし、俺完全に一人になってんけど、この前もなんかちょっとちょいちょい探してみたけど、あんまいい感じのなかったから、やったらもう満喫も止まろうかな。満喫安いし快適やし、シャワーついてるし、パソコンついてるし、充電ついてるし、飲み放題やし、完璧やん。よし、満喫止まろう。嘘です。はい、時刻は深夜の3時前やねんけど、満喫に泊まろう思ってとぼとぼ三夜のとこ歩いとったら、おっちゃんに声かけられて、玉姫公園っていうのがこの辺にあんねんけど、その玉姫公園に、まあ、3時頃になったら日雇い労働者の人がぶわー集まって、日雇いの斡旋業者の人たちが日雇いに連れていく現場仕事みたいな。でやっぱ三夜の地域って日雇い労働者の町やから、だからこそドヤ街とかがあんねんけど、その日雇い労働者の人たちがどうやって働いてんのかとかさ、まあ、実際にその現場に行って、うん、俺もできたら、ここ玉姫公園、玉姫公園ここやんな。俺何のために起きた？あ、すいません、この辺この時間ぐらいでなんか日雇い募集してないですかね。日雇い3時ぐらいから募集してるんで。俺も詳しくは分かんないけど、なんかそういう話俺も聞いたことありますよ。朝早いのか何時なのか時間はよく分からないけど。ああ、なるほどなるほど、了解です、ありがとうございます。分かりました。あの、一言だけ言っていいですか？
何のために来てん。2時3時とかに起きて満喫飛び出して荷物置いて作業着もこれ準備して あと一言思いついた。あと一言思うことあるんですよ。言っていいですか。何のために来てん。ということでホームレスショー続きます。まあでもめっちゃ眠いんで満喫止まる、あのどっか喫茶店入ってないんかな。おやすみなさい。みんなちゃんとしたベッドで体調に気をつけて、あったかいベッドでゆっくり寝てください。おやすみなさい。これが YouTube の現実でした。何のために来てん。